ポケモンゲットだぜはい。えー、おはようございます。こんにちは。こんばんは。生涯配信者、ケンタ伝承です。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。えー、動画の概要欄にですね、私が運営しております。ホームページやあー、オンラインサロン。えー、まだちゃんと YouTuber として活動してた頃の、過去動画の URL などなど、すべてまるっと集約されておりますので、 ぜひお時間ある方は動画の概要欄チェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。で、えっと、毎日ね、動画を投稿し続けて約10年、はい、えー、もうやっておりますので、過去動画、あもう本当に膨大な数あります、ね。動画の概要欄に入りきらなかった分は、す、え、べ、ー、て再生リストに組んでありますので、えー、ぜひですね、こちらもご活用いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。はい。 今日はちょっといつものね、違うような服装なんですけど、はい。<laughs> ね、前から見てくださってる方は、なんか今日服装違うなって思うかもしれないんですけども、はい。あの、本当は最初はね、いつものね、タンクトップで撮ろうかなと思ったんですけども、ちょっとね、あの、最近ね、あの、まあ、時間がね、やっぱり大人になって、時間が、はい、家にいる時間が増えたんで、最近ちょっとその、ずっとなんかやりたかったことをやろうってことで、このアートとしてね、ちょっとデニムペイントとかを、はい。 初めて、もう、とことんカオスな、ね、<laughs> デニム、えー、ペイントをね、ちょっと楽しんでおります。はい。で、まあ自分で作ったんで、ちょっと、たまにはね、動画で使って供養しとこうかなと。はい。<laughs> いうことで、ちょっと、あのー、今日はね、こっちの方がいいか。こっちの方がまだいけてるか。髪型がちょっとあの、サトシ、サトシ、ポケモンのね、サトシ見たくなっちゃったんで、伸びて、はい。えー どんな帽子のかぶり方してもこんな感じなんですけども。ま、あいいや。はい。で、今日はですね、ちょっと、あのー、タイトル的にはこんな感じになってます。えー、日本最強のドラッグとかね。まあ、あとは、日本最強のハードドラッグね。えー、そんな感じのタイトルになってると思います。はい。もうね、昔から動画見てくださってるリスナーさんは、多分何のことかあ分かったかと思うんですけども、えー、僕、ま、いろいろね、もう、あのー、そうですね。 えー、動画で何回も言ってますけども、ね、川崎南部のディープサウスエリアで、えー、まあ生まれまして、で、37年間、もう、川崎南部のそのディープサウスエリアからずっと出てないんですね。はい。なんで、あのー、もう治安の悪かった時の川崎南部を、まあ経験してきて、で、いろんな、やっぱりその、ジャンキーコミュニティとかね、はい。あのー、アウトローコミュニティとかね、 いろんなとこに、うん、所属しながらちょっと、お若い時を生きてきて、やっぱりこの、ドラッグってものがですね、結構身近な存在だったんですね。うん。今はもう結婚してね、あのー、子育て中のパパなんで、まあそんなもうドラッグなんてもうドラッグのどの字もね、えー、知らないような生活を送ってますけども、はい。昔若い時はもう本当にもう周りジャンキーだらけで、 はい、あ。なんなら僕もジャンキーだったんじゃないかな、みたいな。<laughs> いや、っていうのは冗談で。はい、あ。まあ、それぐらいね。やっぱり結構薬とか。うん。なんかそういう、イリーガルなことが、あ周りにあったんですけども、そんな生活をしてきて、えー、僕が最も日本で、これは恐ろしいなって。うん。このドラッグだけはもう本当にやめといた方がいいよって、胸を張って言えるのが、アルコールなんですね。 ポケモンゲットだぜね、はい、<laughs> なんかここがねサトシっぽいんですよねはい、あ、なんかこんなに髪の毛伸ばしたことなかったんでこんなに自分がクセッケだったってのを全然知らなかったんですけどめちゃくちゃクセッケでサトシにしか見えないんですよ動画撮ってて今内カメラなんですけど、はあ、帽子やめるかねポケモン ゲットだぜ <laughs> って言いたくなるでしょこの、この襟足の遊び方。はい。で、あの、アルコールの話に戻りますけども。あのね、本当にアルコールってやっぱたち悪くて、ね、あのー、何回も何回もこの話動画でやってるんですけども、ちょっとまた気になるね、ネットニュースが、あのー、目に飛び込んできたので、まあちょっとまた注意喚起でやろうと思いました。はい。 僕のチャンネルでね、結構同じような内容の話何回もします。まあ Vlog なんで、まあ何回しちゃっていいかなってことと、やっぱりこれは言わないとなってことは何回言ってもいいかなっていう、うん、思うんで、ちょっとアルコールに対しての注意喚起はね、やっぱちょこちょこ上げていきたいなと。はい。まあ言うたときにそのちょうどいいネットニュースが目に飛び込んできたんで、はい。ちょっと題材で扱おうかなと。まあ、これですね。えー、見出しがね、首レベル。はい。TBS 渡部渡辺,渡辺これ読めないです。TBS の渡なんちゃらかんちゃらアナが、はい、泥水放尿事件を、まあ、起こしたと。ね。えー、憶測を呼ぶカバンから出てきた泥水の原因ですって。実はね、最後までまだ読んでないんですよ。<laughs> 途中まで読んだんですけども。ね、あの、まあ、アルコールおっかないよねっていうちょっとニュースなんだけども、全文読んでる時間はないんで、ちょっと、かいつまんで読みますが。えー、なんかね、 まあ、僕テレビ見ないんでこの方ちょっと存じ上げないんですけども、まあアナウンサーの結構有名な方じゃないんじゃないですかね。これ TBS って書いてあるぐらいなんで、えー、いろんななんか番組出てる、うまあアナウンサーの、まあわたなんちゃらさんが、えっとですね、6月の3日の早朝、何を考えているかわからない事件を起こすって書いたんですね。6月3日なんで20日ぐらい前なんですけど、も 今月今年ですよね、これね。これネットニュースでたまにめちゃくちゃ前のさ、数年前の話をなんか掘り返すときがあるんで、多分これ今年だと思うんですけども、すいません。えー、6月3日の早朝、まあ何を考えてるかわからない事件を起こすと杉並。杉並区内の民家に上がり込んで、放尿するなどして通報されましたと。ね。えー、夕方6時まで、えー、N スタ日曜版生放送に出演後。 飲食店をはしごしていたらしく、朝方まで飲んで泥酔していたようですと。で,でも住人は被害届を出さず逮捕には至りませんでした。番組出演は当面見合わせとなっていますが、事件後も会社には出社しているそうですと。ね、そういうニュースなんですけど、まあ、あのー、事実かどうか全部、このね、書いてあることだけはちょっとわからないんですけども、まあ、一応この、まあ、放尿、しかも人んちですよね。杉並くらいの民家に上がり込んでって書いてあるんで、 知人なのかなちょっとわからないんですけども、なんか放尿をおしっこしちゃったんですよね。はい。で、まあ、一応、逮捕には至ってない住民が被害、被害、よく被害届け出さなかったね、これね、うん。はい。で、なんかね、あのー、なんだ、ここが最後のあれか、さっきタイトルにあった、泥水の原因。これ、全然これこじつけだな、これ。 <laughs> あのー、泥水の原因って最初見出しに入ってたのは新,人新入社員の研修時に会社から50から60枚の資料が配られたそうなのですがそのうちの裁量労働制セミナーという資料を大切に持ち歩いていたそうですと労働時間についての資料ですがもしかすると働き方について何らかの悩みがあったのかもしれませんと。 いう、これは最後ちょっとだいぶこじつけな感じがするけどね。はい。まあ、とにかく、あのー、まあ、アナウンサーと呼ばれるね、エリートでしょうね。やっぱりね、アナウンサーってエリートですよね、多分ね。はい。あんま詳しくないんですけど、まあ、ね、憧れの職業ですから、えー、学力も高いと思うんですよ。はい。まあ、そんなエリートの、この、え、まあ、アナウンサーのわ渡辺だか渡辺さんだか <laughs>、ここははっきりさせてから動画撮りゃよかったと思うんですけど、まあ、渡なんとかさんが、まあ、 泥水して放尿事件を起こしてしまいましたよっていうネットニュースなんですけど、まあ事件のこの内容なんてね、この詳しく見,見てもしょうがないんです。結局、何が僕が言いたいかっていうと、アルコールってやっぱりこれドラッグでしょ。<laughs> ね。あのー、なんでアルコールがこんなに野放しになってるのか、僕にはね、やっぱ消せないんですよね。うん。この、まあ、民家に上がり込んで、 おしっこしちゃったって、これ完全に、ラリってるじゃないですか。はい。ね。あのー、ラリってるんですよ。<laughs> これだけ、毎日アルコールによるね、わけのわかんない事件が、本当に毎日恐ろしいくらい起きてるんですよ。ね。えー、なのになぜか日本人って、 やっぱり今までアルコールが身近だっただけに CM バンバンやってたりとかねまあどこでも飲めるじゃないですかだから信じて疑わないんですよアルコールは大丈夫だっていう <laughs> だけど事実だけ並べてみると完全にドラッグのそれなんですよアルコールにそのアルコールの影響下で起こした事件ねいろんな事件がありますはい、あ、世の中もう毎日起きてますアルコールによる事件事故 全部並べて見てみると、基本的に、いや、これラリってんだろっていう、はい、あ、事件なんですよ。事件、事故なんですよ。ね。だけど僕がこんだけ、僕チャンネルでめちゃくちゃずっと言ってるんですけども、それでも、全然やっぱリスナーさんの中では、いやいや違うでしょ、みたいな。そんなアルコールが悪いわけじゃないでしょ。飲まれる方が悪いんでしょっていう風な意見がやっぱ多いんですよね。まあ、正直僕もそう思いますよ。ね。 楽しく飲めてる方もいっぱいいますし、ね。そう、楽しいお酒ができてる方、いっぱいいるんで、まあそういう方に関しては僕もいいかなと思うんですけども、だけどやっぱりこのアルコールっていうものが、どれだけ危険なものかっていうか、その、なんていうんですかね。正直、他のドラッグと、まるっきり大差ないってことを、これは認識しておかないと、はい、あ。何が、あの、そのまずいことが起こるかっていうと、僕ね、 アルコールをめちゃくちゃ、もうガバガバ飲んでる人が、他のドラッグを批判してるところを見るのが、すごいね、んなん、なんだ、なんでっていうか滑稽なんですよね。はい。でも日本中そういうのが巻き起こってるじゃないですか。はい。日本ってタイマーに対してめちゃくちゃ厳しい国なんですよね。はい。もちろん他の国でも原発の、原発かっていうか、原発を受ける国いっぱいあるんですけど、だけど日本って、その、 なんていうんですかね、法律云々よりも、その人間の感覚として、いや、大麻はドラッグだろう。大麻なんかやったら人間終わりだろうっていう、そういうふうに思ってる人いっぱいいるんですよ。はい、あ。僕いっぱい知ってます。えー、ネットの人だけじゃなくて、リアルでやっぱり会社とかで関わってきた人で、いや、大麻とかやったらもう終わりっしょみたいな。はい、あ。だけどその人、もう酒はガンガン飲んで、 ね、部下にセクハラしたり記憶なくしたりとかそういうのは普通で、えー、自分でやっちゃってるんですよねこれって僕ダダブルスタンダードだと思うんですよね、うん、だってお酒って結局、まあ、僕のチャンネルでよく言いますけどあのアルコール、まあ、お酒がその人体、えー、人体とかまあその人の精神に与える影響って、あのー、全部ドラッグのそれなんですよはい で、タイマーを批判してる人、まあ、コカインを批判してる人、ね、まあ、法律で禁止されてるんで、そういう部分を批判するのはいいと思うんですよね。はい、あ。いや、法律で禁止されてるから、捕まっちゃうから、つまんないからっていうのはわかるんですけど、効果効能を、アルコールはめっちゃ飲むのに、タイマーの効果効能、コカインの効果効能を、え、めちゃくちゃディスってる人、人間終わりでしょ、廃人になっちゃうでしょって言ってる人、意味わかんねえなと思って、はい、あ。 よっぽど日本って、あのー、多分一番人、一般人が、その、ドラッグの影響に、えー、影響下にある人、えー、これから被害を受けたあーパーセンテージで言ったら多分アルコールが一番多いと思うんですよね。はい、あ。大麻の影響下にある人に何かされたっていう人って多分ほぼほぼいないんですよ。まあそういうドラッグじゃないっていうのも、ドラッグって言い方も嫌だけども、そもそもドラッグじゃないと僕は思ってるんで、 あれですけど、大麻の影響下にある人に何かされました、やばいことされましたって人って、あんまりないっていうか僕知らないです。で、ニュースでも見たことないです。はい。で、コカインの影響下にある人に、まあ、ああのー、ね、まあ、たまにニュースであるかもしれないけど、アルコールの数に比べたらもう、とてつもなく少ないでしょう。大麻だ、コカインだとか、他の薬物の影響下の人に何かされたっていうニュースって全然ないじゃないですか。う、は、ん、あ。 だけど、アルコールの影響下で、あの、例えば、飲酒運転。はい、あ。ね、飲酒運転のお巻き込みによる、えー、被害者の数、半端ないですよね。はい、あ。で、アルコールの影響下でお、頭おかしくなってて、人刺しちゃいました。ね。えー、気がついたら、誰か殴って、怪我刺しちゃいました。こんなの毎日5万とあるじゃないですか、ニュース。ね。 どっっちが悪なんんだろううて僕は思うんですよもちろんその方やねその大麻だコカインだって、まあ、法律で規制されてるんでそもそも絶対数が少ないっていうのもあるんですけどとはいえね、うん、じゃあ両方とも解禁しましょうってなった時にアルコールほど被害受ける人いるかなって僕は今まで見てきた感覚だと思っちゃうんですよ、はあ、僕はまあ何にも今やってないですもうアルコールすら僕は飲んでないんで はい。6年間ぐらいからもう禁酒して、うん。経つんですけど、アルコールの立ち悪いところって、みんなドラッグやってるっていう自覚がないんですよね。はい。それが一番怖いと僕は思うんですね。うん。そのコカインとかね、まあヘロインとかね、シャブとかね、まあいろいろありますよ。いろんなドラッグがありますけど、まあ一応みんな、よし、これからぶっ飛ぶぜっていう、まあ、やっちゃダメなんだけど、やってる人、 っっっててていいうう前提ででやってる人たちはっていう話ですよ、えー、よし、ぶっ飛ぼうぜっていう感じで、まあ、やっぱやったりする人が多いじゃないですか。はい。まあ、ちょっとね、いろいろ病んじゃって、いや、もう全部忘れたいからっていうふうにやる人もいますけど、まあ、基本はね、えー、まあこれから何らかのね、あのー、ちょっとそういうドラッグの影響下になるぜっていう認識はあるんですよ、ある程度。だけど、お酒ってその認識がないんですよ、基本的にはみんな。というのも、 もう国が推奨しちゃってるから。お酒飲みましょうねって昔バンバンニュース、あのー、CM やってましたから、最近は時代じゃないんであんまりやんないですけども、もう昔はバンバンやってましたよね。うん。まあ今もやってるけどね、ビールとか発泡酒の CM。はあ、ね。だから国がもうコマーシャルバンバンやってるし、はあ、なんならもうバス停とかの看板にもなってるし、うん。もう公認だから、ね。全然みんな疑わないんですよね。はあ、アルコールは別に、 まあ、ちゃんとすれば楽しいもの。ね。法律守って、年齢制限さえ守ってやれば、楽しいもの。ね。悪いものじゃないっていうイメージがもう根付いちゃってるんで、もうみんなね、疑わないんですけど、完全にドラッグなんですよ。<laughs> 効果効能だけ見たら、間違いなくドラッグなんですよ。そう。なのに、その認識がないっていうのが、僕はアルコールがやっぱり一番、日本で一番恐ろしいハードドラッグだと思ってて、そう。 で、最高に立ち悪い理由は、安いんですよね。うん。安価なんです。他のドラッグは、まあやっぱり流通数が少ないんで、その、イリーガルなんでね。はい、あ。あの、まあ言うたらブラックマーケットじゃないですか。はい、あ。表だってね、その辺の露店で売ってるわけでもないんで、昔は売ってたけどね。今はもう本当にね、えー、やっぱ裏で流通してるだけなんでね。はい、あ。まあ流通数が少ないんで、まあ高いですよね。はい、あ。 だけど、アルコールってもどこでも買えるんで、なんならコンビニで百数十円で結構どぎつい度数のアルコールが手に入るんですよ。はい、あ。ね。これがめちゃくちゃたち悪い。うん。アルコール依存症の人、僕の周りいっぱいいます。はい、あ。これはもう本当にアルコール依存症の人ね、めちゃくちゃいます。うん。で別にディスってるわけじゃないです。はい、あ。 うん。リスってるわけじゃないですけども、いっぱいいるんですよ。アルコール依存症の人が周りに。まあ川崎なんでね、やっぱりそこはギャンブルとか、えー、そういう街ですから、はあ、多いんです。僕、身内にもいっぱいいるっす。アルコール依存症の人。ね。で、辞めたいなって思ってる人、このままだともうやべえな、人生壊れるなって思ってる人いっぱいいるんだけど、辞められないんです。なぜかというと、どこでも手に入るからですね。はい、あ。 あの、シャブやめようと思ったら、売人と関係立てば結構やっぱやめられるんですよ。うん。僕のそれはもう身内もみんなそうですよね。うん。売人と切れると、まあ結構やっぱり、うん。まあ、もうおのずとやめざるを得ないというか、うん。 だけどまあね、売人と繋がってる人って意外とね、その、あの、その周りでも繋がってるんで、また簡単に繋がれたりはするんで、またそこでまた始めちゃったりとかって人もいますけども、だけども徹底的にやめようと思ったら、もうそれ関係立てばね、やめられるんで、意外とね、シャブやめたとかいう人って昔いっぱいいました。うん。いい、そんな簡単にやめたんだっていう人結構おったんですよ。そう。だけど、アルコールはね、本当に意志が固くないと、難しい。 どっこでも買えるし、あの、なんなら、その、ね、やっぱり、ハードトラックっていうか、その、法律でイリーガルね、えー、法律違反になっちゃうやつって、街中で大ピぴにやってる人いないじゃないですか。注射器ぶら下げたりしてる人いないでしょなかなか。はい。昔はいたんだけどね、これも川崎には。その辺に転がってましたけど、今はなかなかないんで、その、覚え出す機会さえ、なんとか立ち切れば、結構 こうやめられたりするわけなんですよ。あとはまあ本人のちょっとね、意志とか、なんかちょっと良くない出来事があるとまたちょっとグラッと行っちゃったりありますけど、でもやめやすいっちゃやめやすいんですよね。外で見かけないし、うん。だけどアルコールって、よしやめて、2ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、ああ、3ヶ月、4ヶ月やめた、ああ、と思っても、もう街歩けば酒飲んでると居酒屋だなんだの看板がいっぱいあって、で、 CM で酒、ビールの CM やって、で、あのー、バス停には、発泡酒とか、ーハイのね、看板が立ってて、コンビニ行ったらお酒のコーナーバーって、思い出しちゃうんですよね。うわぁ、酒や飲みたいって急になったりやっぱするわけですよ。だからやめづらいんですよ。で、それで数百円払えば飲めちゃうんで、はあ、簡単なんですよ。うん。戻るのが。はい、あ。これがね、 本当に僕はね、あのー、危険なドラッグだなっていう。だからある意味ハードドラッグですよね。やめらんないですよ。やめるのがめちゃくちゃ難易度高い。はい、あ。だから、あのー、やっぱりこんだけ、アルコールの影響下にある人によって、事件が、事件事故が引き起こされているっていう、ちょっとこの現状は、本当はもっと国がどんどん伝えないといけないと思うんですよね。国が国民のことを思うんであればね。はい、あ。まあ、そんなわけないけどね。 <laughs> お,お,お酒禁止したらね、やっぱ経済動かなくなっちゃうんで、まあ、そんなことは絶対しませんし、まあ、そこに水差すようなこともさほどするとは思えないんですけども、まあ、とはいえね、なんかあのー、厚労省が、あのー、なんだ、 ストロング系のチューハイに対してはちょっと警鐘を鳴らしたけど、まあ言うてもね、ポーズですよね、あんなのね。本気で警鐘鳴らすつもりはないですよね。本気でやるんだったらもう CM でバンバンやりますよ。危険ですよー。やで、ね、やめ気をつけましょうね。お酒は効果効能だけ見たらドラッグのそれですよね。って、うん。みんな批判してるシャブだ、コカインだ、ヘロインだとさほど変わんないですよね。効果効能だけ見たら、あっははみたいな CM 流すべきですから。本当だったら。はい。 法律では許可されてるけど効果は完全ドラッグですよって、えー、CM やるべきなんで本当だったら。うん、ね。はあ、だからそうすると正直言って、ね、アルコールがこんだけ許容されてるんだればいや楽しく楽しめるんだったらどのドラッグも解禁すべきなんじゃないですかって僕は思っちゃいますね極論。うん 僕楽しく飲めてる人は全然いいと思うんですよ、本当に。本当にそう思いますね。僕も楽しく飲めてた時期はいいなと思ってたんですよ。まあでも、楽しく飲めなくなってきたんで、やめたんですけど、はぁ、あ、楽しく飲めてるんだったら誰にも迷惑かけないし、経済も動かしてるし、いいんじゃないですかね。で、まあなんなら少子化対策にも、はぁ、あ、<laughs> あのーね、ね、お酒飲んでるとやっぱそういう風になりますから、はあ、まあ、効果的かなってことでえ、いいんじゃないかなと思うんですけど、楽しく飲めてない人が多すぎるんですよ、ね。うん。 で、楽しく飲めてるんだったら、ね、あんなに泥酔して、で、わーって騒いで、えー、記憶なくして、はい、次の日、すんごい二日酔い、副作用に襲われても、楽しく飲めてるんだったらいいですよって国が言ってるんだったら、他のドラッグも、いや、楽しく自分だけで楽しめてるんだったら、許可するべきなんじゃないかなって、思いますよね。はい思いますよ、僕は。うん。だって、20年、30年、あのー、まあ、イリーガル、 ねはあのー、法律では禁止されているドラッグをやってる人間もうまあ何人も知ってますしはい、ねあのー、お酒もやっぱり何十年も依存症の人知ってますけどこれ二人並べると正直言いますけど、あのー、アルコールの方がよれてますよ。あの後引くヨレ方してるっすハードドラッグっていう風に国が言ってるやつを20年も30年もやってでもやめたんだよねって言ってる人たち 結構シャキッとしてるんですよ。<laughs> たまたまかなわかんないですけども。だけど、アルコールで、依存症で苦しんでる人たち、あのー、もう、回復すんのかなっていうぐらい、結構よれちゃってますね。うん。だから、海外のどっかの研究だと、遅行性のヘロインっていう風に言われてるんですよ。アルコールって。後から効いてくるヘロイン。えー、ヘロインは、ドラッグの中でも、やっぱり本当にかなり、 体にあの悪影響が出るドラッグっていう風に、えー、ジャンキー界隈でも言われてるんで、結構やばいですよ、ヘロインって。うん。僕が昔、そういうコミュニティに所属してた時、健太くん、ヘロインだけはやめとけよって言われたんですよ。ヤクザの方にね。ヘロインと合法ドラッグ、あの、脱歩ハブだけはやめとけよって、すごい言われたんですよ。マジで頭いかれちゃうから、うんで、ヘロインやめんのマジやべえから、マジでやめた方がいいよって言われて、まあ、育ったんですよね。 そんなやばいヘロインと、そのアルコールが、ほぼほぼ同等のその悪影響を脳に及ぼすんじゃないかっていうふうに研究結果を出したところもあるんですよね。で、実際僕見てる感じ、確かにそうかもなって感じてしまうぐらいアルコールって恐ろしいんですよね。うん。これは人の体制とかにもよりますけども、はい、あ。だからね、本当に、いくら国があの、許可してるからって言っても、ちゃんとその、事実だけを見て、 アルコールって結構やばいぞっていうことは認識して皆さん飲んでくださいね。はい、あ。あのー、もうね、国が出してる情報とか、あの、そういうのになんか人生左右される時代はもう終わったと思ってるんで、はい、あ。昭和平成のね、テレビとか新聞とか、もう情報が結構限られてた時代、えー、そういう時代はもう終わってるじゃないですか。自分で情報をいくらでも取っていける時代なんで、 もうね自分の人生を構築するのは自分の情報収集能力で、えー、これから進んでってほしいんでアルコールについて、えー、ちょっと調べる時間を設けてほしいですねうんこんだけアルコールで悲しい事件事故が引き起こされてるんだからそこにちょっと待ったを掲げてほしいかなっていうね楽しく飲べてる人はいいですよ本当に何度も言いますけど全然アルコール自体が悪いわけじゃないんですよそうやり方がおかしいんですよね国というかうんはい 気をつけてくださいねっていう話とちょっとアルコールの悪影響とかそういうのにね自分で調べる時間を作ってみると、まあ、面白いかなっていうか今後の人生に役立つんじゃないでしょうかっていうひいては周りの人がハッピーになるんじゃないかなっていうね、えー、そういうお話です皆さんアルコールは楽しくたしなんでくださいねはいえー、あともう一回言いますよ国の人にね楽しく飲めてるんだったらね楽しく飲めるお酒はいいっていうんだったら他のドラッグも楽しく楽しめてるんだったらいいんじゃないですかっていうね えー、何が違うんですかって、えー、いう話だけ残して終わりです。さよなら。ゲートで一でした。